この最上ウニガーの清涼守会、3名共同代表がおりまして、そのお一人でもいらっしゃる山形大学教授の、川辺隆之先生です。川辺先生は、今回のこのウニガーの問題、あの温泉調査、県の依頼の温泉調査を務めたお一人でもあります。その川辺先生が、行った温泉調査、ご自分が依頼を受けて行った温泉調査なんですけれども、その調査結果をなんと県がですね、まあ、いろいろ、その辺はあの先生ご自身に聞いていただければと思います。そのご本人が、この今回の共同代表も務めていただいております。では川辺先生お願いします。どうもはじめまして、山形大学新規教育文化学部で、地学を教えています川辺と申します。よろしくお願いします。今日の話はですね、穴あきダムは本当に必要なのかということでですね、実際県が、行ってきた調査をもとに、ちょっとあるいは歴史的な経過をもとにですね、ちょっとお話をしたいと思います。でやはり私は、いわゆる科学者と言われる人間なんですけども、旅の連中ですけども、結局ですね、やっぱり新中倉温泉の持続的発展のためにどうすればいいのかということをですね、やっぱり、科学的なデータをもとに考えていかないとダメだということで、いろいろ関わらさせていただいております。最近持続的発展というのはですね、世界中で今ここ特に1、2、3年よく使われる言葉で、サステナブル、デベロップメントとかそういう、なんていうかサステナブルという言葉がですね、最近 の世界のキーワードであると思います。で、具体的にですね、どういうところがその県との間で争点になってというところはですね、おいおい紹介したいと思いますけども、今日はですね、もうすぐ、先ほど高桑さんの方からもお話がありましたように、清涼守る会の、メンバーでですね、最上小国川ダム工事抗菌出差し止め等の、請求住民訴訟というのを、今後これからやっていくということでなりましたので、その筋に沿ってですね、実際の問題点、特に、私が関わりましたという、温泉の湧出機構の問題とか、あるいは、私 の, 最近の最近というかここ十数年ぐらいの専門というのはですね、河川でどうやって地層がたまるかという話をやってましてですね、土砂がたまるか、どうやって浸食されるかということをこの間、やってましてですね、そういう意味で、河川が、洪水を起こすのはどうやって止めればいいかという話もその2つに絞ってですね、今日はお話ししたいと思います。で、住民訴訟ですけれども、請求の趣旨としてはですね、被告山形県、知事は最上小国川ダム建設請負い、契約の契約工事及び代金およびこれに関する工事費、調査費、用地、買収保証費に関して公金を支出してはならない、要するに無駄な金は使うなということであります。でなぜ、無駄な金を使ってはダメなのかということについて、実際にですね、こういうことこういう中身で実際にですね、訴訟というのは進めていられる予定なんですけれども、まず肝心のですね、最上小国川ダムの建設はですね、必要性がないんだよということでありますけれども、まず1点目ですけれども、これは、県がですね、稼働改修によって、洪水被害を防ぐことは可能であるということが1番目に書いてあります。これはですね、県は、ここの赤倉地区のですね、洪水を被害を防ぐにはダムしかないですよということを、穴あきダムしかないですよということを主張しているからであります。で、その、ことでですね、
本当にそうなのということで、争っていくということになります。でここに書いてあるようにですね、まあ水害の実態とですね、ダムができたらどうなるかという、まあ、そういう話とかあります。それから、まあ、あとダムがですね、治水対策の中で一番だということを、まあ、県が出してるんですけども、まあ、それは、まあ、本当は間違いだということですね。それから、4番目にですね書いてある最上小国川赤倉温泉地内は河川管理者が洪水被害の危険性を増大させてきたということです。でこれはですね、歴史的にこれは明らかなことであります。それから、赤倉温泉の流出に影響させずに、治水対策の稼働開始を行うことは可能である、まあ、こういう、点でですね、ダムのを作る必要はないんだということを説明しているわけです。で、まあ、ここではですね、私の、まあ、直接的に関わってきたそういう、稼働改修はできるのかできないのか、温泉に影響があるのかないのか、その2点についてですね、これからちょっと紹介させていただきたいと思います。でこれはですね、赤倉温泉の周辺のですね、もっと言えば初根津市っていうのがありますけども、まあ、大きな旧道のですね、橋の、約100メートルぐらい、200メートルぐらい上流ですかね、そこのところに、河川水系っていうのが県によって設置されています。でそこの、断面図であります。でいろいろ書いてありますけども、まあ、断面の中でですね、断面の中で、これはですね、いつだったかの、水を表す青の線は水の線ですね。それから水色が、水防弾待機水位という、そういう60センチで水防弾出てくださいよということです。それから1メートルの高さで氾濫注意水位、それから、避難判断水位というのが 1.2 メートルになっています。それでもうこれは絶対危ないぞというのがですね、氾濫危険水位 1.5 メートルです。ということはですね、あそこの、最上川のところはですね、1.5 メートルでもう氾濫の危険性があるわけですね。ですから私首ぐらいまで水位、過小に立ってですね、首ぐらいまで水位上がれば、氾濫の危険性あるんだよということで、かなりですね、そういう、住居がある中を流れる川としてはですね、特異な、川であるということがわかります。それでですね、県の方は、ダムによってですね、洪水で一番予想される大きな洪水として340立方メートル 毎秒、流れるというふうに予測していますけれども、それはですね、120立方メートル毎秒に抑えたいというのが、これが、県が、現在唯一、根拠にしている、ダムを作る理由であります。で、要するに現在の、川がですね、それでですね、これが現在の、仮称です。現在の仮称で、ありますが、こっちに立っているのがもう具体的に名前を挙げると、緑屋さんになります。それからこれが堤防があって、この1.6 メートルって書いてあるのがここになりますけども、これが初根津市さんになります。で、県の見積もりではですね、340立方メートル毎秒の時の水位っていうのはですね、3メートルまで上がりますよっていうことになっています。で危険水位、1.5 メートルに設定してある危険水位より1.42メートル高いということになります。ところがですね、これ後でまたちょっと出てこないかもしれませんけども、下流にあるですね、トコトメ港っていうのがあります。それによって、
徳留港ができて以降ですね、火礁が1メートル堆積したということが、県の調査で明らかになっています。それでですね、これ徳留港をなくせばですね、火礁は元の流れに自然に戻っていきますから、自動的にですね、火礁は1メートル徳留港さえ取れば火礁は1メートル下がるわけです。まあ、そうするとですね、まだ、この1メートル下がって 1メートル42センチですから40数センチ分、ちょっと危険だよということになるわけですけども、その分はですね、堤防を約50センチぐらいかさ上げすればですね、それで済むことなんだということがですね、これは県の調査で分かります。調査結果で分かります。ところが県は断固として拒否している理由として、過小維持くれば温泉に影響が出るということがですね、これを最大の理由に、これまでの全ての、いろんな議論、もう、ですね、十数年ぐらい前からですね、ずっとこれを言い続けてきたわけです。それで、私はですね、実際あちこちで温泉の掘削なんかも、経験してきました。で、私が掘るわけじゃないんですけども、ここで掘ったらこんな温泉が出てくるよ、どのくらい掘れば温泉が出てくるよなんていう話をやってましてですね、過小維持くれば温泉に影響が出る、特に温泉が出なくなるということをすごく県は強調しています。でもそれはその経験的にはありえない話でですね、かなりおかしい話であるわけです。で、例えばですね、そのことで県の報告書ではですね、工事によって岩盤が緩んでですね、温泉がまた出なくなったりするので、一時的にでもですね、そういうことが起こったらダメなんだみたいなことを平気で書いてあります。ところがですね、早い話、この前震度1年半ぐらい前にですね、震度、6前後のですね、強震動が赤倉温泉を襲いました。3.11 ですね。ところがですね、ほとんど変化というか全く変化ありませんでした。水量については全く変化なかったわけです。で、ブルドーザーなんかそんな、エネルギーからするとですね、3.1、全然そんな強いもんではないわけです。まあ、そんなことでですね、そんなブルドーザーでどうこうなるような、話ではない。ただしですね、若干、変わったことがあります。それはですね、今までだいたい62度ぐらいの油温だった岩盤の割れ目がですね、割れ目から出ている油温が65度になったという話です。3度上昇した。ちょっとこれはですね、なんでなのかというのは現在、いろんな他の研究者と一緒に調べてますけども、もしかしたらちょっとそれはですね、まだ、現在検討中でですね、よくわからんというの、正直なところはよくわからんというところですけども、そういう変化はありました。ただし揺れ音に関しては全く影響がありません。これは、そんなブルドーザーでやったぐらいではですね、あるいは地震が来たぐらいでは岩盤の割れ目っていうのはそう大きくは変化しないんだということを如実に示していることであります。まあ、ですから、過小維持くれば温泉に影響が出るという県の、話というのは真っ赤な、嘘であるというふうに私は思っています。というか私はそういうふうに主張してたわけですけども、他の3人いた、専門家と呼ばれる人で私だけが、反対して、他の人はノーコメントでした。要するに県がこういうふうに言ってることに対してノーコメント、私が、批判していることに対してノーコメント、要するに、沈黙は、あるですね、暗黙の了解ということでですね、県の方にの案を、指示したということになると思います。実はですね、もう一つ重要なことがあります。それはですね、赤倉温泉の水害のほとんどは内水被害であるということであります。内水っていうのはですね、川、人から見て堤防の内側っていうのは川の外側
です、外水っていうのが川です。それは例えばその輪中みたいに堤防で囲まれているところを考えればいいんですけども、そういう、自分が住んでいるところを守るための堤防の内側という意味で内水、それから川の部分を外水っていうんですけども、そのほとんどは内水被害であります。で、本来ですね、ここの内水特に問題なのはこの右岸側のですね、発熱市のところなんですけども、あの周辺です。普通はですね、ここから、まあ、実際には下に落として横に流してまして、まあ、川に流し出し、流れ出させているわけですけども、こう水が溜まるとですね、こっちに流れていくわけです。ところがですね、ここの高さが、160、数センチ、まあ、床の高さで160センチです。そうするとですね、危険水位よりも水位がですね、10センチ上がるとこの水は川に逃げていくことができないわけですね。川の方が高くなったら、低い方から高い方に水は流れませんから、この、システムはダメだということになります。ですから、逃げ場を失った水が、ここに溜まってしまうということになります。ですから、これはですね、2008年の12月の水害の時に、の様子、水害の様子です。で、これは県が、国に対して予算請求するときに使った写真です。こうやってその被害、洪水被害が起こるのでダムは必要なんだということを力説したその写真ですけども、実はですね、これ水はどっちからどっちに行ってるかというとですね、内水から、に溜まった水をこう買い出している図であります。川は全く、増水、あふれ出していません。要するにこの家の裏から流れてきた水がここに溜まっちゃったと。で、川の方の水位が高いために、逃げ場を失って、溜まってしまったということであります。まあ、こんな感じでですね、水を、もうポン人力でですね、買い出すしかしょうがない、ポンプで買い出すしかしょうがないということになるわけです。で、もう一つ、ちょっと切れてますけども、小谷、これは最上、県が出しているですね、小国川だよりっていう、要するにダムの宣伝誌でありますけども、まあ、そこのところでですね、地域の方々の思いということが書いてあります。切実な思いが書いてあります。で、ここで、問題になるのはですね、ダムができることによってまずはホッとした、これまでは雨が降るたびに洪水被害が心配で深夜でも氾濫状態を確認に行き、氾濫した水を消防団がポンプアップ開始するまで雨の中現場に留まっていた。これは何を隠そうですね、県自体が実はここの洪水は内水被害ですよということをですね、宣伝していることになります。こんなことでですね、実際は内水被害なんだということなわけです。で、それをですね、やるためには箇所を下げる、あるいは堤防を若干かさ上げするというようなことをやればですね、済む話なわけです。ところがそれはその箇所を下げることはダムに、温泉に影響を与えるからといって、いじめないんだということを主張して、ダムが必要だという論理、そういう論理展開を県はしているということであります。で、もう一つですね、重要なことは、さっきその箇所が1メートル高いと言いましたけども、これはですね、実は、これ箇所の断面を描いた図ですけども、ちょうど、ここの部分でですね、お境に上流側が、高くなっています。これは何かというと、ここの堰がある、ここに、県は床止め港と言っている、まあ、堰があるんですけども、そこの上流に砂が溜まっているために過小勾配が高くなっているということであります。で、この、最近はその川底がえぐれないために言ってたんですけれども、完成請求の時の県の市場で、右岸側の、観光水利権のための取水設備の水位維持を目的として設置しているというようなことを言い換えます。これ床止め工ではなくて、明らかに、水位を上げるための堰であるというふうに県は、
監査請求で、主張してしまったわけです。で、まあ、そんなことでですね、さっきも言ったようにこれがなくなればですね、自動的に、自然の状態に戻る、1メートル過小は下がるはずなわけです。こんな感じで、とこ止め工がありますけども、まあ、こういうのは下がる可能性。ちなみにですね、国土地理院の 国交省のですね、国土地理院の2万5000分の1地形図っていうのがあります。これは、国が刊行しているですね、地図の、まあ、あの精度の高いもんですけども、まあ、それを刊行するためにはですね、おそらくいろんな関係機関に、構成を出しているんですが、ここに描かれている、これは赤倉温泉のところですけども、ここあります。この地図記号は、園庭の地図記号が使われています。これは地形図、2万5000分の1の地形図ができてからずっとこの感じで、現在も、電子国土っていうですね、電子媒体、インターネットで見るように閲覧できるようになった、それにもですね、新しい地図記号の園庭として描かれています。ですから県は、とこ止め工というふうに我々に対しては、県民に対しては宣伝していますけども、国に対してはですね、席であることに対して一言も文句を言わないと。だから席であることを認めて、県は国に対しては認めているということが、こういうことからも分かります。ですから、まあ、勝手にですね、こういうのを、実際には作られたわけですけども、まあ、それをですね、ずっと席としてやっていくこと自体がそもそも間違いなんだということであります。でちなみにですね、歴史的にちょっと見てみるとどうなるかということですけれども、これはですね、年代ははっきり分かっているもので、昭和9年、1934年にですね、安倍旅館が多分新、ここの、新館というかですね、それを建てた前後の、前後じゃない、後の写真だと思うんですけども、こういう写真が昭和9年ということで、明らかに年代が分かる写真としてあります。で、これはですね、三之条、下流の三之条のやつですけども、1963年12月以降、いつか分かり、あとはいつか分かりませんが、なんで、1963年12月以降かというと、よくよく見るとですね、こういうところに、テレビのアンテナがあります。で、新庄放送局に聞いたら、このアンテナというのは、このアンテナというのは、新庄放送局がのテレビが、放送が始まったのが、この時期だということになります。ですからそれ以降であることは間違いない。でもそこにですね、こういうふうに席がはっきりこの写真には写っています。もう一つのキーポイントとして、ここに三之条の旧館がありますが、現在はありません、これを写っています。ですから、三之条さんの旧館が、撤去されて新しい建物になったのがいつなのかと言われば、1963年12月以降、1900何年以前ということまで特定はできます。で県の資料でも、ではですね、こういう席ができた時期っていうのは全く、席ができたこと自体記載がありません。まあ河川補助問題でありますけども、そんな感じであります。で、まあ、こんな感じで、1934年とそれから1963年12月以降の写真があって、これが現在の写真です。まあほとんど、まあ、こんな感じですね、変わってませんが、変わってますね。ここの、こういうところが変わってますが、ここはですね、現在なんだっけ、安倍旅館の岩風呂、こっちが三之条の岩風呂になっているところで、県が調査したのはこういうところですよということになります。ここは席ですよと。もうちょっと前に遡ります。これは時代不詳です。おそらく当然1934年以降でありますが、この以前でありますけれども、ちょっと、見てもらいたいのはですね、まあ、ちょうどほとんどこれと同じ感じでありますが、安倍旅館のここの温泉というのは、この建物の建っている場所というのはですね、仮称になっていることがあります。で仮称の奥に崖がなっている、拡大するとこういう感じです。ここが仮称でですね、その奥に、崖が見えてて、これが本来の川の、場所であります。川の、河岸ということになります。
で、これ実際の、平面図ですけども、ここは現在の堤防で、こっちは川で、ここは三之城の阿鼻館の、湯船で、ここに崖があって、この崖がこの崖になります。これがこれですね、これになります。こっちが三之城のところであります。で、現在ですね、阿鼻館に行くとこういう崖が見えますけど、この崖がまさにこれだということになります。ですから、阿鼻館、まあ、三之城もそうでしょうけども、阿鼻館、少なくとも現在の阿鼻館が建っているところは、まあ、この写真の撮られた時期には、仮称であったということが分かります。で、そこの割れ目に輸出したお湯を使っていたと。もう一つ重要なのはですね、まあ、そのことでですね、ここまで重要なのは、席は当然なかったわけですね。石積みの席になってました。ですから、洪水が来れば席も一緒に流れていくという感じで、まあ、この席はですね、実際には温泉の、水をですね、温泉に水を引くためだということが、当事者のお話で、分かっています。まあ、そのことでですね、こういうことでありますけれども、もう一つですね、ですから、石っていうのは本来なかったことだ、それからもともと温泉のあるところは仮称だったということを、一つ重要なこととして覚えておいてください。それで、県の調査で分かったことはですね、その仮称とか、あるいは温泉湯船からですね、出てくる、湯量のうちの 90% はですね、塩ビパイプから出ているんだということです。で、それは40度のお湯です。で、岩盤から出てるのは60度、まあ、今度の震災で、63度上がったという話ですけども、基本的には、そういうことになります。ですから40度のお湯っていうのは、これは、単純に考えたらですね、60度のお湯と、20度のお湯を1対1でブレンドすればですね、40度になるというのは、これは、まあ、誰でも分かる話なんですけども、でですね、こんな感じでパイプで、出ている、こっちはお風呂の方のところの、こういうところにパイプで出ているという、まあ、こういう写真があるわけです。にもかかわらず、県の報告書では、あたかもですね、県の報告書、あるいは、各、なんだ、住民報告会なんかではですね、こういう下から全部湧いているような感じで書いています。で、まあ、だから、でしかもですね、40度のお湯も温泉であるということを言ってます。ですから仮称をいじくると温泉に影響が出る。ところがですね、これ、仮称だったところの上にですね、パイプを出して、要するに、そこからですね、お湯を水とブレンドしたものをそこから流せばですね、当然ですね、片方にたくさん出れば片方に、出なくなるというのは、これは当たり前の話なわけですね。まあ、そんなことであります。で、最後に、当事者はどう書いているかというとですね、現在の岩風呂は当時からあった天然の岩風呂で、岩の亀裂より湧出している泉源摂氏60度くらいをそのまま使用しているため、横を流れている小国川の水位より温度差が生じることと湯量が一定しないことがあります、なんてことを書いてあります。要するに、県は、じゃない、当事者はですね、川の水が入り込んでますよということを明白に書いています。まあ、そんなことでですね、県の、はですね、こう温泉に影響ない、近くが湧いてるよみたいなことを言ってますけども、それは全くの嘘だということであります。ですから私なんかはですね、そういう、まあ、この、当事者の文書っていうのは分からなかったんですけども、実際に調査することによって、県の主張というのは間違いだということを主張したわけです。ただ県は、ダムが作りたいがために、こういうのは温泉に影響、詳しいことはどうでもいいんだということを、他の専門家の人と一緒にそういうことを言うわけですね。まあ、そんなことで、まあ、こうあといろいろありますけれども、まあ、そんなことでですね、結局その私ら、専門家としてはですね、やっぱり地元温泉街の発展を考えた対策というのが必要なんだと。
で県が、ダムをで解決しようとしてもですね、そこは最上大国町のですね温泉のためには何もならないということをですねやはり強く言いたいと思います。でやはりそう、河川改修によってですねさまざまな問題を解決しながら、地元温泉街の景観改善とかですね発展をやっぱり考えた対策を考えていかないとダメなんだと、まあそういう意味でその河川管理はこれからはですね、これ世界の潮流です。サステナブルマネジメントっていう言い方になると思いますけども、まあ、それをきっちりやっていってですね、願わくば、赤倉温泉街がですねさらにさらにというか発展することをですね記念していろんなことをやっている次第であります。どうもちょっと長々とすいませんでした。ありがとうございました。本当に、本当に、丁寧にご説明いただきましてありがとうございます。本当に研究者の皆様は本当にこの現場と経験おありな先生方が本当にこの現場を見て、いろんな主張といいますか真実を解き明かしてくれています。でもなかなかですねこれ県が受け取ってくんないってそういう思いが、すごく先生のプレゼンからまた伝わったのではないかというふうに思います。本当にありがとうございました。それでは、